の毛にいい食べ物ランキングトップ10を発表していこうかなと思います。どうも、ゼロワンバーバーライフチャンネルをご覧の皆さん、店長の高木です。今回は、もう3連続になりますね、頭皮のお話です。でですね、まあいろんな話なんですよね。ワカメ食ったら髪の毛生えるよとか、いろいろあるんですけど、あれまででもね、結構迷信だと僕は思ってるんですけども、特にですね、今回は、亜鉛ですね。亜鉛って髪の毛とか頭皮にめちゃめちゃいいんですよ。その亜鉛のですね、物が 100g あたりに対しての含有量、こちらが高い順ですね、ベスト10を発表していこうかなというふうに思います。はい、じゃあ早速いきます。第10位、ゴマになります。ゴマ、セサミンとかね、いろいろあるんですけども、体にいいものがね、ゴマもね、だいぶ入ってるんですよ。 5.9mg 入ってるんで、これはですね、いい食べ物になってます。じゃあ第9位、松の実。なんじゃそりゃみたいなね、松の実もね、結構含有量入ってるんですよ。これ 6.0mg あるんですけどね、皆さん松の実、僕はあんま食べないですけど、食う機会があったらぜひ食べてください。髪の毛にいいと思います。はい、さあ次いきましょう。第8位、抹茶。特にこの抹茶になります。はい、抹茶ね、スタバの抹茶だってうまいですけどね、あれにはいっぱい入ってるかどうかわかんないけども、この抹茶はですね、大体6.3mg ですね、入っております。はい、で次第7位、畳イワシってね、まあね、6.6mg、 どんどん増えてきましたね、含有が入っております。はい、7位までいったんですけども、7位から10位までっていうのは水分量が 4% 未満の食べ物ですね。はい、水分量が少ない食べ物ですね、今まで第10位から7位まで入ってます。はい、やっぱね、水分量が少ないんで、その分なんかこう入ってるんですよね、詰まっちゃって。はい、で第6位、みんな大好き豚レバーです。はい、レバニラね、レバニラ、はい、秋田でもね、レバニラ有名な店いっぱいありますけどね、社会とかね、美味しいよねレバニラ。あー食べたい。レバニラも髪の毛に非常にいいので、はい、6.9mg 含有が入っております。皆さんどんどん、レバニラを食べてみてはいかがでしょうか、髪の毛が気になってる人は。ただね、血圧も上げちゃうんで、気にされてる方はですね、あまりいっぱいいっぱいバクバク食べないのがいいと思います。はい、で第5位、ココアになります。ココア、これは 7.0mg、 ここでついに7点台出てきましたね。はい、ココアですね。僕もスターバックス行ったらね、まあブラックコーヒーよりもココア飲みてえかなって感じですかね、甘党なんで。はい、で第4位、第4位は煮干し。煮干しっすね、 7.2mg 入っております。はい、ラーメン、最近煮干し系のラーメンもね、飽きたら流行っててね、僕はね、あんま煮干しね、得意じゃないというよりかはですね、体の体質的にね、僕尿酸値高いんで、あんまね、煮干し食べすぎるとダメなんですよ。煮干し尿酸値上げちゃうんで、はい、なんで僕はあんまり食べないようにしますね。はい、そしてベスト3まで来ました。第3位、パルメザンチーズになります。チーズね、はい、知ってますか、ヒュヒュヒュってやるやつね。チーズもだいぶ髪の毛にね、亜鉛多く含んでおりますので、でチーズの中でも特に含有量が多いのはこのパルメザンチーズですね。パルメザンチーズですね、言いにくいですけども、これ 7.3mg 入っております。はい、じゃあ次第2位、ビーフジャーキー。はい、これ 8.8mg 入ってます。だいぶ入ってるね、ビーフジャーキー。ビーフジャーキーうまいっすよね。よくグアム行った時買ってきた、天狗マークのやつ、うまいね、ビーフジャーキーね。あれとね、ビールね、ウイスキーもいける、最高。じゃあ皆さんもうお分かりでしょうか、亜鉛多く含んでる食べ物第1位、牡蠣です。食物じゃなくて魚介類の牡蠣です。うまいよね、牡蠣、生牡蠣ね、つるっといって日本酒最高っすよ。もう牡蠣はね、特に生牡蠣、含有がね、ここ一気にグー上がって 13.2mg。 もうね、牡蠣は相当髪の毛にいいっていうのが分かりますね。これがですね、トップ10になりますね。はい、こちらに書いてますけども、これがトップ10のですね、100mg に対しての亜鉛の含有量になっております。
はい、でね、ここからですね、あの種類別にですね、あの含有ベスト3をですね、あの発表していこうかなって思います。まず穀物類ですね、第3位オートミール。オートミールね、みんな朝食とかでね食べてる人もいると思うんですけども、これが含有量が 2.1mg。 第2位焼き麩、こちらもねですね 2.2mg ですね。麩菓子好きな人いるんじゃないかな。はい、そして第1位よくわかんないけどもアマランサっていう方からですね、これがかなり高いんです。これ 5.8mg ですね。ダントツで穀物類だと高いものになっております。はい、続いて豆類になりますね。豆類第3位きなこ、みんな大好ききなこ、結構ね和菓子の定番ですね。これ 3.5mg の配合になっております。次はですね第2位エンドウ豆ですね。これは 3.6、 きなことほぼ、同じぐらいの量かな、入っております。そして第1位豆腐ですね。豆腐、はい、豆腐ですね。これがですね、ですね 5.2mg、 結構入ってるんですよね豆腐。豆腐ね、いいんですよ。続いてですね、あの魚介類、魚類と魚介類ですね、全部合わせてのベスト3になってます。じゃあ早速発表していきましょう。第3位がタタミイワシ、やっぱイワシですね。これが第3位になってます。そして第2位煮干し、はい、煮干しさっき言いました 7.2mg 配合。そして第1位がダントツです、牡蠣 13.2mg 配合ですね。これが魚類と魚介類のランキングになっております。そして次肉卵類ですね。肉類だとどうなっているのでしょうか。はい、肉類第3位、牛肩ロース、はい、5.8mg 配合。そして第2位豚レバーですね、 6.9mg。 そして第1位がビーフジャーキーの 8.8mg になります。はい、でまあわかめとかいろいろ言われてましたけども、海藻類ですね。第3位カットワカメ 2.8mg 配合ですね。ワカメ増える増えるって言ったけど、意外とねこれ含有量、まあ一応あえも入ってるんで、ただ 2.8mg ですよね、含有量がそんな高くないかなって感じですかね。第2位焼き海苔 3.6mg 配合。そして第1位が味付け海苔の 3.7mg 配合ですね。まあ、海藻類のねワカメよりも個人的には海苔の方が結構亜鉛多く含んでるので、髪の毛は海苔の方が入るんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ乳製品ですね、第3位プロセスチーズ 3.2mg 配合。そして第2位、脱脂粉乳ですね、粉ミルク 3.9mg 配合。そして第1位がパルメザンチーズの 7.3mg 配合ですね。チーズによっても、チーズの種類によっても結構ですね、亜鉛含有量がですね変わってきますね。はい、そして次は木の実類ですね。第3位カシューナッツ 5.4mg 配合、第2位ごま 5.9mg 配合で、第1位が松の実で 6.0mg 配合になっております。はい、皆さんどうだったでしょうか。皆さんの大好きな食べ物ありましたか。今回はこういう感じですね、ランキング付けさせていただきました。皆さん髪いいものですね。亜鉛はですね結構ねいっぱい食べても意外と大丈夫なんで、まあ物によってはですね亜鉛以外の部分も多く摂取してしまう食べ物もあるので、例えばビーフジャーキーだったら塩分が濃かったりだとか、レバーだったら高血圧になりやすいとか、まあ、そういうのをですねいろいろ考えながらですね、そしてバランスもよく食べてやってみてはいかがでしょうか。はい、今日はこんな形になりました。もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあまた、バイバイ。